人生はまるで一本の映画のようだ。では布施明さんの物語を始めましょう。布施明さんは日本の音楽シーンで長年にわたりその存在感を放ち続ける伝説的な歌手です。1960年代からスタートし、今もなお現役で活動を続けるその姿は多くのファンにとって永遠のアイドルです。この動画では布施明さんの華やかなキャリアと彼の人生を彩る多くの出来事についてお届けします。まずは彼の音楽活動の始まりとその後の飛躍的な成功について、そして1980年代に突入しハリウッド女優のオリビア・ハッセイさんとの国際結婚に至るまでのロマンティックなエピソードも見逃せません。この結婚がどのようにして始まり、そして終わりを迎えたのか、その詳細にも迫ります。さらに布施明さんの再婚相手である森川ゆかりさんとの出会いと再婚後の2人の関係についても深く探ります。音楽を通じて結ばれた2人の関係は多くのファンにとって感動的なエピソードです。そして現在の布施明さんの活動と健康状態についても詳しく紹介します。彼がどのようにして今もなお音楽活動を続け健康を維持しているのか、その秘訣を紐解きます。この動画では布施明さんの人生を通じて彼が経験した愛と喪失、成功と挫折、そして再生の物語を描き出します。布施明さんの人生における重要な瞬間を一緒に振り返り、その魅力に再び触れる旅に出かけましょう。視聴者の皆さん、どうぞお楽しみに。それでは布施明さんの経歴と音楽活動についてから始めましょう。布施明さんは1947年12月18日に東京都三鷹市で生まれました。高校生の頃にザ・ピーナッツに憧れ歌手になることを決意しました。彼の音楽の道は日本テレビ系列のオーディション番組味の素ホイホイミュージックスクールに出場し見事合格したことから始まります。ザ・ピーナッツが所属していた渡辺プロにスカウトされ、1965年に君に涙と微笑みをでレコードデビューを果たしました。布施さんのデビュー後の活動は当時事務所の先輩であった伊藤ゆかりさんや円満里さんなどの前座を務めることから始まりました。次のセカンドシングル100発100中は宝田明さん主演の映画と同タイトルの主題歌を担当しました。また4枚目のシングル分かり合う明日は日本テレビ系ドラマ青春とは何だの主題歌として使用され、 B 面の貴様と俺もドラマの挿入歌として使われました。布施明さんの大きな転機となったのは1966年に発表された霧の摩周湖です。この曲は北海道の摩周湖を歌ったご当地ソングとして広く知られています。作曲は平尾正明さんが手掛け、第9回日本レコード大賞作曲賞を受賞しました。曲のタイトル通り摩周湖に霧がかかった写真がレコードジャケットに使用されましたが、後に布施さんはその霧が実は炭焼き小屋の煙だったことを明かしました。その後も布施さんは数々のヒット曲を生み出し、1969年には TBS 系のテレビドラマ SH は恋のイニシャルで俳優としてもデビューしました。しかし意外にも賞レースにはなかなか縁がなかったようです。そんな中1975年に発表したシクラメンの香りでミリオンセラーを達成し、第17回日本レコード大賞や第6回日本歌謡大賞など多くの賞を受賞しました。この曲を機に布施さんの音楽活動はさらに飛躍を遂げました。傾いた道しるべや落ち葉が雪に君はバラより美しいなど多くのヒット曲に恵まれた布施明さんは NHK 紅白歌合戦にも多数出場しました。1967年から2009年の間に25回も出場し歌手としての地位を確立しました。彼の歌声は今もなお多くのファンを魅了しています。また布施さんは音楽だけでなく俳優としても多くのドラマや映画に出演し多彩な才能を発揮しています。その幅広い活動は彼の持つ多彩な魅力をさらに引き立てています。次は布施明さんのオリビア・ハッセイとの結婚と離婚についてです。布施明さんは1980年に国際結婚を果たしました。お相手はイギリス人でハリウッド女優のオリビア・ハッセイさんです。オリビアさんは1968年に公開された映画ロミオとジュリエットでジュリエット役を演じ一躍スターとなりました。また1980年には角川春樹事務所と TBS 制作の日本映画復活の日でヒロイン役としても出演しています。二人の出会いは1979年オリビアさんが出演していた金棒化粧品の CM に布施さんの楽曲くんはバラより美しいが使用されたことがきっかけでした。その後オリビアさんが日本を訪れたり
布施さんがオリビアさんの元を訪ねたりと遠距離恋愛を続けました。交際は順調に進み1980年に結婚しました。結婚式はフロリダのインド式の教会で行われました。オリビアさんは再婚で前夫との間に息子のアレキサンダーさんがいましたが、布施さんとの間には1983年にマクシミリアンさんが誕生しました。布施さんはアメリカでも歌手として活躍し、ニューヨークなどでの活動を続けました。しかし仕事が思うように進まず、1985年から再び日本での活動に復帰しました。これにより2人は別居生活を余儀なくされました。1989年、結婚から9年後に2人は離婚することとなりました。主な原因は布施さんの仕事の関係での別居生活でしたが、もう一つの理由としてオリビアさんの浮気が挙げられています。オリビアさんは15歳年下の歌手で俳優のジェイソン・イエールさんとの関係が報じられました。この浮気が原因で布施さんは3億円の慰謝料を支払うことになりました。親権はオリビアさんに渡り、布施さんは息子の養育費としても支払いを命じられました。この離婚劇は当時の日本では非常に珍しいことであり、大きな話題となりました。しかし布施さんは離婚後もオリビアさんと良好な関係を保ち、彼女を良き友人として接していました。また息子のマクシミリアンさんとも良好な関係を続けています。このように布施明さんとオリビア八世さんの結婚と離婚は芸能界においても非常に注目を集めた出来事でした。布施さんの音楽活動や俳優業とともに、その波乱に満ちた私生活も多くの人々の関心を引きました。次は布施明さんの森川ゆかりさんとの再婚についてです。布施明さんは1995年に森川ゆかりさんと再婚しました。森川ゆかりさんは1980年代から1990年代にかけて活躍した歌手で、1987年にショーミーで大ヒットを記録しました。この曲は布施さんも参加した音楽ユニットザ・グッバイのメンバーが作曲したことで知られています。二人の出会いは音楽業界での仕事を通じてでした。布施さんと森川さんは共通の友人を介して知り合い、交際を始めました。お互いに音楽への情熱を共有し、理解し合う関係が築かれていきました。布施さんにとってはオリビア・八世さんとの離婚も、再び幸せな結婚生活を送ることができる相手に巡り会えた瞬間でした。1995年に二人は結婚し、布施さんは新たな家庭を築きました。この再婚によって布施さんの音楽活動にも新たな刺激がもたらされました。特に森川さんとのデュエットや共同プロジェクトが注目され、ファンからも大変好評を博しました。森川さんは布施さんの音楽活動をサポートするだけでなく、自身の音楽活動も続けており、二人の関係は非常に良好でした。再婚後、布施さんと森川さんは音楽だけでなくプライベートでも充実した日々を送りました。特に共通の趣味である旅行や料理を楽しむ姿がたびたび報じられ、仲睦まじい夫婦としての姿が印象的でした。また森川さんは布施さんの過去の結婚や家庭環境を理解し、支える姿勢を見せていました。森川さんは布施さんの音楽活動を積極的にサポートし続けました。例えば布施さんのライブツアーや新しいアルバムの制作において、森川さんは彼のバックアップを行い、共演することもありました。二人のコラボレーションはファンからも高い評価を受け、布施さんの音楽キャリアにおいて新たなページを刻むこととなりました。布施明さんと森川ゆかりさんの再婚は彼の人生において大きな転機となり、新たな幸せを見つけることができました。森川さんの支えを受けながら、布施さんは音楽活動を続け、彼のキャリアはますます輝きを増していきました。このように布施さんと森川さんの結婚生活は互いに支え合い、共に成長していく素晴らしい関係であったと言えるでしょう。最後は布施明さんの現在の活動と健康状態についてです。布施明さんは現在も音楽活動を続けており、多くのファンから愛されています。近年では全国各地でのコンサートツアーを積極的に行い、その美しい歌声で観客を魅了しています。彼のコンサートは多くのファンにとって特別な時間であり、彼の長いキャリアを象徴する名曲から最新の楽曲まで幅広いレパートリーが披露されます。布施さんは音楽活動だけでなく、テレビやラジオの番組にも出演しており、その存在感を示しています。特に音楽番組でのパフォーマンスやトーク番組での出演は視聴者から高い評価を受けています。また音楽に対する情熱を持ち続ける布施さんは、新しいアルバムの制作にも取り組んでおり、ファンからの期待も高まっています。
健康状態については布施さんはこれまで幾度かの体調不良を乗り越えてきました。特に声帯の問題で手術を受けたこともありましたが、その後もリハビリを経て見事に復帰しました。この経験を通じて彼は自身の健康管理に一層の注意を払うようになりました。現在は定期的な健康チェックを受けながら適度な運動やバランスの取れた食事を心がけています。布施さんは健康であることが音楽活動を続けるための基盤であると考えており、そのための努力を惜しみません。例えばコンサートツアー中でも食事や睡眠、運動をしっかりと管理し、常にベストな状態でステージに立つことを心がけています。またストレスをためないようにリラクゼーションの時間を大切にし、趣味の時間を楽しむことで心身のバランスを保っています。さらに布施さんは近年新しい挑戦にも積極的に取り組んでいます。その一つが若手アーティストとのコラボレーションです。彼は自身の経験を生かして若手をサポートし、共に新しい音楽を作り出すことに意欲を見せています。これにより彼の音楽は常に進化し続け、多くの世代にわたって愛される存在となっています。布施明さんの現在の活動と健康状態は彼の音楽に対する情熱とプロフェッショナリズムの表れです。彼の努力と挑戦はファンにとっても大きな励みとなり、今後の活動にも期待が寄せられています。さてここまで布施明さんの波乱万丈な人生と現在の活動についてお届けしました。彼の音楽活動、恋愛、健康にまつわる数々のエピソードを通して布施さんの人間的な魅力やプロフェッショナリズムを改めて感じ取っていただけたのではないでしょうか。長年にわたり第一線で活躍し続ける布施明さん、その姿勢には多くの人々が感銘を受けることでしょう。これからも彼の音楽は多くのファンにとって特別な存在であり続けることでしょう。今回の動画で紹介した内容について皆さんはどう感じましたか？布施さんのどのエピソードが一番印象に残りましたか？ぜひコメント欄であなたの意見を聞かせてください。また他にも布施明さんに関する興味深い話やエピソードがあればぜひシェアしてください。そしてこの動画が気に入った方はぜひいいねボタンを押してチャンネル登録もお願いします。これからも布施明さんをはじめとする多くの芸能人の人生に迫る動画をお届けしていきますので、お楽しみに。次回の動画もお見逃しなく。あなたの応援が私たちの動画制作の大きな励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。